だれちゃんです。あゆかママです。あゆかママ、今日は銭湯に行ってきました。じゃじゃーんはい、かあちゃんとのね YouTube、 あ違う、ニコニコか、ニコニコではいつもお話ししてますが、銭湯に行って熱いお風呂と冷たいお風呂に、2セット3セット入るともう本当になんか悪いつきものが全部取れたかのようにすっきりするんですね。でそれで今日久々に、まあ、引っ越しの片付けをして銭湯に行って、先ほど、オンラインサロンのさそり座の誕生日会で2時間ちょっとぐらい、2時間今日、メンバーさんのさそり座の方たちの星読みを、してきました。水亀座にね土星が来て、牡牛座に天王星が来て、さそり座の人たちは全員 T スクエアになるので、もうなんか誕生日なのに暗い話っていうか、こう厳しい話ばっかりになってしまって本当に申し訳ないと思いつつも、私もサソリ座なんでね、一緒に乗り越えていきましょうっていうところなんです。で別にサソリ座の人が全員悪いわけじゃないんだよ。ただ、やっぱり土星のメッセージっていうものがはっきり入ってくるっていうところで、なんていうのかな、あんまり楽観的に考えないで、しっかりこう土星のテーマっていうものをアンテナを立てといた方がいいかなっていうふうに思うんだよね。でそれは例えばね、今日ねこんな感じでハッピーバースデーとお母さんから、ママのお母さんから手紙が届いた、カードが届いたんですね。で、まあ、それはすごく嬉しいこと。でもそのカードに、書いてあったんですけど、もうママは本当に、まあ、裸ん坊だからバラすけど、まあ要は私がね、お客さんを、お客さん商売、要はお仕事相手あっての商売だから、自分の考え思想はあまりオープンに言わない方がいいのではと思います。私の心配性ですが、念のために SNS、Twitter、ブログ等、今の時代私は恐れを感じています、というメッセージなんですよ。まあもう本当にお母さんって本当にお母さんっていう生き物ってさ、心配と愛がイコールだよね。なんかずっとずっとこう、私もこうこのテーマっていうのは NLP の中でずっと向き合ってきて、今こうやって、あ、お母さんの心配って愛なんだなっていう風に心底受け取れるようになったけど、やっぱりこの心配っていうものが私のブレーキになる。いつも何かをする時にお母さんに反対されたり、お母さんに止められたりするっていうことが全部こうブレーキになってきた。で、それをこう愛だと受け取る。そしてその愛を受け取って、さらにそのブレーキを外してスタートするっていうことを、どれだけこう意識的にお金と時間と労力をかけて、それからプラス訓練をしてここまで来たのかっていうのは、自分でもよく分かってるので、今日もねオンラインサロンのメンバーと話してて思ったんだけど、やっぱりこういうブレーキに自分がこう止まってしまう人っていうのはたくさんいると思うし、ママだってこうやってお母さんから手紙が来ると、もう何とも言えないこう、なんていうのかな、やっぱりさ、お母さんの言うことを聞いていたい自分、お母さんを心配させたくない自分、お母さんの言いつけを守りたい自分、お母さんを裏切りたくない自分っていうのがバンって出るよね。だから本当に母親の言葉の威力ってすごいなと思う。だけど、まあ、うちの母親はね、もうカニ座もいっぱいあり、双子座もある人なので、まあ、愛情からの心配性だし、自分が言ったことは大体すぐ忘れるのでまああんまり気にしないようにしようって、本当にその NLP を学んでね、トレーニングしてからそういうふうに受け取れるようになったので、こうやって母親の言われたことをもうみんなに伝えちゃうぐらい、まあまあオープンになったんですけれども、まあこれもね、自分で相当訓練したし、その上で自分で引き受けていく覚悟っていうものなので、言い悪いじゃなくてね、
みんなそういう中で生きてるし、愛情とか心配とか不安とか恐れとかっていうものがない人はいないんだよね、うん、だからそれをこう不安を煽ってるわけじゃなくて、みんなそういう中で、生きているっていうことが普通だよっていうこと、うん、だから特別何か恐れる必要もないし、来た時に考えればいいし、学びって必ずあるからさ、何も問題がなくて生きることが決していいことではない。学ぶタイミングで学ぶ経験をさせてもらっていて、それより乗り越えた時に新しい自分に出会えるわけだから、もちろんね、母親がこうやって私が傷つかないようにしてくれるっていう愛情はしっかり受け止めた上で、でも私の人生の私の学びの経験は私が得るものだから、やっぱりそこをこう止めることはできないし、傷つくのを見たくないっていう気持ちだけ受け取っておこうかなと思ってます。で、まあ、さっきね、そのオンラインサロンのメンバーにも言ったんだけれども、これから水瓶座の土星が入ってきて、真実とか真意とかそういうものが、明確になっていきます。トランプさんのことをはじめとして、私たちが何に騙されてきて、何に流されてきて、何に依存してきたのか、そういうところが見えてくるよね。で、例えばサソリ座の人は水瓶座とスクエアになるときに、まあヒラリーさんも、バイデンさんもビル・ゲイツもみんなサソリ座だからね、あの人たちがこう自分のコントロールをしたいっていう、その自分の欲求野心のためにどんな手を使ってでもっていうところに、水瓶座の周知愛のというものがメスが入るわけだから、そうはいかないわけだよね。真実は一つだし、真実を知る権利っていうのは全員持ってるわけだからね。だからそういう意味で水瓶座、の土星が入った時にサソリ座の人が痛い思いをするのよっていうのは、サソリ座のそういう執着心とかコントロールとか支配欲とか、嘘をついてでもどんな手を使ってでも何をしてでもっていう、そういうところにはものすごいメスが来ると思うの。ただ同じ不動級として私が感じるのは、嘘をついてるっていうことが、なんていうのかな、こう耐えられないエネルギーなんだよね。で、サソリ座はその嘘をついてでもっていうのは、自分の目的のために嘘をつくのは全然悪くないんだけども、自分に嘘をついて我慢していくサソリ座もたくさんいて、ママもまあその一人なんだけど、で、そういうなんていうのかな、こう自分の心の声とか、本心っていうものに蓋をしてしまうと、サソリ座の人って大体病気になるんだよね。で、その中で、私も病気になってっていく中で、あ、またなんか蓋した、また嘘ついた、っていうところがあったので、そういう嘘っていうもの、にしっかり向き合わなきゃいけないっていうのが、これからの不動級の人へのメッセージなんじゃないかなっていうのを今日みんなと話してて、そして私の母親の手紙を見て、そして、トランプさんのニュースを見て思うことです。だからなんて言うんだろうな、やっぱり真実っていうものっていうのは自分の中にしかないから、仮にね、その母親が心配するように私が自分の意見を言ってたくさんの人を敵に回しても、お客さんが少なくなっても、でもそういう自分と、で、少なくなったお客さんがいなくなって傷ついてる自分と、お客さんに媚びを打って自分に嘘をついてお客さんがいる自分と、どっちがいいって言ったら、やっぱり自分に嘘をついてない自分をママは選ぶ、だし、ママ、なんだろう、味方は今でもいっぱいいるから、なんか心配してないかなと思います。ということで今日も肌感冒のママでした。お風呂上がりの、はい、じゃあねー、またねー。